選手を見て、ドジャース不動の正捕手ウィルスミス選手がチーム内で起こっている変化について、衝撃的な本音を残しています。今回は大谷選手がドジャースに移籍してからのチームの変化についてご紹介します。スミス選手が語る大谷選手入団後の変化。2019年にメジャーデビューし、2021年以降は保守という過酷なポジションを務めながらも。 年間125試合以上出場し続けているドジャース不動の正捕手ウィル・スミス選手。2024年シーズンは7月5日のブリュワーズ戦で自身初、ドジャースの捕手としては4人目となる1試合3本の本塁打を記録し、20本塁打と長打力のあるところを改めて見せつけています。日本野球界最高クラスの捕手であり、野球解説者の古田敦也さんは、スミス選手のフリーバッティングを見て、 4番打者ということもあり、当然ホームランを連発する力があるにもかかわらず、あえてそれをせず、センター返しなどヒットを打つ練習をする。理由は、自身の前を打つ MVP トリオを本類に生還させるため、フリーバッティングを見て尊敬してしまう。その格好を見て、みんながスミス選手に任せようとなる。みんな見習ってほしい。と、スミス選手のチームを考える姿勢の素晴らしさを大絶賛。 スミス選手は1995年の3月生まれで、大谷選手とは同学年。2024年3月28日に、保守史上最長の契約となる、10年1億4000万ドルでドジャースと契約延長しており、大谷選手とは長期間パートナーを組むことになります。大谷選手がドジャースに入団する際に、家にいた。ESPN の続報をスマホで確認して、もう興奮したね。 素晴らしい能力を持った選手が加わってチームが強くなるということは楽しみだしエキサイティングだ彼は球界最高の選手僕らは彼の加入で確実に強くなった彼と一緒にプレーすることを楽しみにしていると心からの喜びを見せています大谷選手が二刀流としてエンゼルスで活躍しているのを見て彼の球を受けたいねと語っていたスミス選手ですが 実際に大谷選手が入団してからは、彼の強打ぶりはクレイジーだよ。ボールに触れれば、ロケットのように飛ぶ。と圧倒的なパワーを持つ大谷選手の打力に驚きを隠せない様子。練習態度から学ぶことができる。試合への挑み方、準備などは学ぶことができる。私たちは125マイルの打球を打つことはできないけど、ケージでは彼のように練習できる。 と大谷選手の野球に取り組む姿勢が、ドジャースの選手たちにとって模範になっていることを明かしています。ドジャースの4番打者を務めながらも、2024年シーズン、多くの投手が怪我で離脱してしまい、保守として投手を引っ張っていくのもスミス選手にとって負担になっていたことは間違いありません。それでもワールドチャンピオンという栄光を手にすることができたのは、大谷選手という最高の選手であり、 素晴らしい人間性を持つ選手が入団したからこそのことなのかもしれません。ドジャース選手が語る大谷選手の影響力。大谷選手が加わってチームが変化したと語るのはスミス選手だけではありません。7月末にカージナルスから電撃トレードで入団し、リーグ優勝決定シリーズでは全試合でアンダーを記録し11打点で MVP に輝いたトミー・エドマン選手は、素晴らしい選手だと聞いていた。 一緒にプレイするのが楽しみだった。と、カージナルス時代の同僚であるヌートバー選手から、大谷選手については聞いており一緒にプレーすることへの期待を口にし、実際にプレーしたことで、いろいろなことが学べて楽しかった。と多くのことを学ぶことができたと語っています。ドジャース期待のホープで、ことあるごとに大谷選手にアドバイスを求めることで知られる。 ギャビン・ラックス選手は大谷選手から助言を受けた直後に本塁打を打てたと話し始め。それ以来、彼を先生と呼ぶようになったんだ。彼にアドバイスをもらって実行する。世界最高の選手が言うんだから何でもやるんだ。と大谷選手のことを先生と呼んでいると告白。10本塁打と自身初となる2桁本塁打を記録しているラックス選手ですが、 この記録は大谷選手の存在がなければ達成することはできなかったかもしれません。ドジャースというチームの要であるムーキー・ベッツ選手は、すべてと言っていい。すべてが変わった。昌平が来てからドジャースのすべてが変わった。彼は勝つために必要なことをすべてやっているし、勤勉だ。と大谷選手が加入してからのドジャースは別チームのようになったと、柔らかい表情ながら大谷選手が加入したことで、 どれだけの変化が起こっているのかを噛み締めるかのように話しています。MLB データアナリストのデビッド・アドラー氏は、大谷はベッツやフリーマンの前を打つことで、ラインアッププロテクションとなっている。大谷が出塁すると、ベッツやフリーマンを助けることになる。と大谷選手が一番打者を務めたことで、その後を打つベッツ選手やフリーマン選手に良い影響が出ていると分析。 ワールドシリーズ第2戦でセカンドスチールを試みた際に左肩を負傷し、その後の試合の出場が危ぶまれたものの、痛み止めの服用やテーピングで強行出場した大谷選手は、自分自身の中ではプレーする準備をしたいなと思っていましたし、何よりも必要だと言ってもらえた。プレイしてほしいと言ってもらえたことがすごく光栄に思っているので、そう言ってもらえたことに感謝しています。と、怪我をしても出場できる状態で、 必要とされるのであれば出場したいと説明。ロバーツ監督は素振りはもうこなしたが、ティーバッティングやケージでボールを打つことで状態がわかる。彼は自分の体のことをよくわかっている。彼自身が十分な状態だと感じるのなら出場しない理由はない。と大谷選手への信頼を口にしています。この怪我の後、校長だったとは言えない大谷選手ですが、 それでも出場しようという気迫を見せ、出場を続けたことはチームにとって追い風になったことでしょう。上昇軍団ドジャースの中でも、大谷選手の勝利への執念は刺激になっているようです。大谷選手自身の変化。様々な部分でドジャースに変化をもたらしている大谷選手ですが、ドジャースに入団したことで、大谷選手にも変化が生まれているようです。 二刀流の活躍で MLB の歴史に名を残している大谷選手ですが、エンゼルスではチームメイトたちとコミュニケーションは取っていたものの、打っても投げても大谷選手がチームトップの成績で、古軍奮闘という言葉は否めない状況でした。もっともっと楽しい、ヒリヒリするような9月を過ごしたいと語っていた大谷選手にとって、プレイオフ進出の可能性をなくし、消化試合となってしまうエンゼルスでの9月は、 もっと大きな舞台で戦いたいという気持ちを強くしていたことは間違いありません。勝つことを優先したいと思い、ドジャースへの移籍を決めた大谷選手。そんな大谷選手が当初、何よりも大切にしたのが自分から挨拶をすること。いろいろな人と挨拶するので、同じ人に2回目の挨拶に行った時には勘弁してほしい。と冗談交じりに話していますが、それだけ積極的に声をかけに行こうという気持ちから、 このような言葉が生まれているのでしょう。ジャーナリストのスコット・ミラー氏は、エンゼルス時代より、メディアと話すようになった。特に、米国でも1-2を争うくらい多くのメディアが集まる。ドジャースのような人気チームでプレーする選手は、メディアに対してオープンになることが自身にとってもプラスになると思う。気軽に話ができるということは、チームの中でごく普通のメンバーの一人という印象を与えるからね。 大谷はチームの中で特別な存在ではなく、ワン・オブ・ゼムでありたいと思っているだろう。とメディアに対しても以前より話すようになり、その姿勢がチームに馴染む理由の一つになったのではないかと話します。スター選手でもメディア対応の仕方は人によって違う。一番印象に残っているのは、バリー・ボンズが通算本塁打数で、ベイブ・ルースやハンク・アーロンの記録に迫っていた時のことだ。彼は滅多にメディアと話さないことで有名だったが、 記録がかかっていたのでメディアが大勢取材に来ていて、クラブハウスが記者でごった返していた。ボンズがあまり喋らないので他の選手がコメントを求められ、うんざりしていた選手もいて、チーム内の雰囲気はあまり良くなかった。それを考えると、大谷が今話すようになったのは、いいことだしそうあるべきだと思う。と大谷選手がメディアに話をすることで他の選手に余計な気を使わせることがなく、チーム内の雰囲気も良くなったのではないかと説明。 なぜ大谷選手がよく話をするようになったかという理由については実は米国でいくつかの噂が囁ささかれている。そのうちの理由の一つは、チームメイトに助言されたのではないかということだ。大谷の記事を書く必要がある時に大谷が喋らないと、記者たちは他の選手に大谷のことを聞きに行かなくてはならなくなる。大谷は良きチームメイトでありたいという意識が強い感じがするし。 彼らに負担をかけないように自分が話す方がいいと考えたのではないか。と、チームメイトからアドバイスを受け、他の選手が伸び伸びとプレーするためにも、メディアの対応が大切だと考えるようになったのではないかと持論を展開しています。大谷選手の変化について、マックス・マンシー選手も、シーズンが進むにつれ、彼は成熟度が増した。自分の周りに多くのピースがいることに気づき、 それがさらに優れた選手になる助けとなっているのが分かった。と、シーズン後半では、大谷選手の意識に変化が訪れていたことを明かしています。エンゼルス時代はトラウト選手という強力なパートナーはいたものの、怪我でなかなか出場することができず、結果的に大谷選手が一人で打線を背負うしかありませんでした。しかし、ドジャースにはベッツ選手、フリーマン選手、マンシー選手、テオスカー・ヘルナンデス選手といった、 大谷選手に勝るとも劣らない素晴らしいメンバーが存在することで、大谷選手も一人ではないという気持ちを持ったのではないでしょうか。ロバーツ監督も、翔平はとにかく勝ちたい。ツーストライクになったら、バットを短く持つ。そういうことがいいことを生む。真のチームプレイヤーだ。と大谷選手が自身の記録よりもチームの勝利を何よりも優先していると明言。 大谷選手自身が変化したことで、ドジャースという MLB 屈指の実力派チームもまた変わることができたのでしょう。カーショー選手も認めた大谷選手の影響力。9月20日、大谷選手が50本塁打50盗塁という史上初の偉業を成し遂げた翌日のロッキーズ戦。大谷選手が第1打席に入ると、ファンは争奪となりましたが、それだけでなく、 選手や監督もベンチから出てきて拍手を送っています。試合後、ロバーツ監督は、あれはカーショーのアイデアだった。みんなで前に出ようってね。と、ドジャース不動のエース、カーショー選手が、大谷選手の偉業をみんなで称えようというアイデアを出したことを明かしています。球団リポーターのデビッド・バセイ氏は、カーショーは今年ずっと大谷を見てきて、彼に対する尊敬の念が深まった。 だからそういうアイデアになったんだと思う。と、シーズンが進むにつれて、カーショー選手が大谷選手の素晴らしさを認めることになったと説明。カーショー選手は、彼が勝利にどれほどこだわっているか。特に最近見たビッグゲームでのエネルギーは本当に楽しい。彼は本当に、本当に勝利を望んでいて、ポストシーズンに行くことに興奮している。間違いなく、チームに活力を与えている。 と大谷選手の勝利への渇望が、チームにとって大きな力になっていると話しています。彼を見ていると、勤勉さがよくわかる。毎日が同じ。決して疲れた様子も見せず、愚痴をこぼさず、感じさせない。投手としてのリハビリも欠かさず、ウォームアップ。練習を繰り返し、本塁打を放ち、盗塁も増やす。その一貫性は評価に値する。細部へのこだわりと勤勉さ。見ていてクールだ。 と、ストイックな大谷選手を絶賛。カーショー選手もトレーニングに一切妥協を許さないプロフェッショナルな選手として知られ、ベテランと呼ばれる年齢になってもメジャーの一戦で戦うために、自分に厳しく野球に対しての熱量を誰よりも見せていますが、そんなカーショー選手でさえ、大谷選手の戦う姿勢に感銘を受けているようです。自分が想像していた以上の選手だった。と、チームメートになって、 改めて大谷選手の偉大さを知ったとカーショー選手は話します。カーショー選手は祝賀イベントの際。ずっとこの日を待ち望んできた。この仲間よりいいチームでやることは想像できない。言葉にならない。自分は何もできなかったけど、最高だ。